こんばんは、おやじです。今日はね、こちら、まあ今からなんですけど、こちらが安くなったので購入してきました。肉厚ビーフ、肉汁ソースのね、ロコモコさん。これね、去年食べそびれて、まあ今年こそはと思ってたんですけど、なかなかねタイミング合わなくて、でクーポンがね、さらに安くなって、340円だったのかな。まあそういうのもあってね、ロコモコバーガーちょっと今年は食べようと思って買ってきました。ちょっと開けてみます。こっちで見せたいな。人生初のロコモコバーガーということで、入ってるのはね、レタスとハンバーグと卵ですね。いただきます。ここについてるのが肉汁ソースってやつですね。グレイビーソースハンバーグはミートパテだっけ。思ったほど大きくないですね。カレーでもいいかなと思ったんですけど、まあロコモコ最初食べてみて美味しかったら食べようかなと。今回はロコモコバーガー。あんまりソースがガツンと来ないな。パンなんかもいつもとは違うと思うんですけど、だいたい照り焼きバーガーしか食べないんで、あまり違いは分かんないですね。やっとグレービーソースを感じてきました。これはマヨネーズかね、下のは。相性的には悪くないですね、ソースの。あ、グレービーソース美味しいわ。悪くないです。おかずになりそうなソースです。正直ね、ツイッター等でみんなが騒ぐほどの美味しさではないですね。ただまあそれなりに満足できるくらいの美味しさではあります。個人的にはですね。クーポンで340円、もう一回買うかっつったら照り焼きバーガーをね、私は買うと思います。ただカレーもね、これがどう変わっていくのかっていうのは気になるんで、試してみるのはありかな。全体の評価としてはそこそこ私は好きです。
マクドナルドさん、ごちそうさまでした。ロコモコバーガー、美味しかったです。それはね、これからね、ハードオフ、ホビーオフ、オフハウスが一緒になってるところでね、トミカ探していきたいと思います。それではまた。バイバイ。